よし、今回は、はい、ちょっとブッシュクラフト的に、はい、うまくね、そこら辺にある木を使って、うん、ここにシェルターみたいな、ね、ものを作っていこうかなと。ほうほうほう、はい、シェルターって何ですか？いや、それはペントさんが知ってます。僕は、あとは従う。まさかのね。なでしこはある程度は知ってる、まあ、なんとなくは、まあ、なんとなくはね、なんとなくなんだから、うん、はい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 、よろしくお願いします。お任せください。行きましょうか、はい、シェルターって多分あれだよね、大きななんかさ、木の棒みたいのを立てて、うん、そこにシートみたいのをかけてさ、拠点みたいな、はい、はいはいはい、ちょっと出てる、こっち側が出てて、それだったら持ってるよ、今塚くんが。おらよ、来た、ナイスカー、ダブルキャッチ。群膜みたいなやつはね、買っておきましたね、うん、はい、DD ハンモックの DD タープ 4×4 です。はい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 、はい、つまり 4m×4m の布があります、うん、とりあえず開けてみる。うん、開けてみましょう。あら、意外と軽いですね。丈夫そうな生地ですね、うん、はいはい。これ特徴がですね、周囲にこういう紐がついてるんですよ。これを組み合わせて、どこを例えばペグダウンするかとか、どこを紐をつなげるかとかで、折り紙のように自由にね、シェルターを組み立てられるんですね。なるほどね。ツルシェルターとかツル折りましょう、これで。これで最後こちらの絶妙な折り目とか失敗するわ。中に折り込むやつときね。今回立てるのはダイヤモンド、ダイヤモンドバリ、ダイヤモンドバリをするっていうことなんです。ダイヤモンド愉快。必要。じゃあ、はい、1人木見つけてくる係が必要だな。そうだよ。じゃあ私ちょっと木見つけてくるわ。来た、来た。あ、ちょうどいい。お、あら、いいね。うわ、これいいんじゃない。ダイヤモンド張りのやり方一応、はい、送ってあるんで、ちょっと今一瞬サッと確認していいですか？もちろん。これモーハンごっこできんじゃない？モーハンごっこだね。タチか体験だ、これ。発売記念で。タチ危ないぞ。体験使いだから、まず肩にはまってるところから。でけえ。1、2、3、あいた、あうわテスト失敗。あ、でもいいんじゃないですか。いい、ね、だってそれ1ペントよりも大きい、 1.3 ペントぐらいありますもん。 1.3 ペントですね、これ。僕らの共通の単位、単位ペント。これ 1.3 ペントってことは、ニナデシコぐらいある。ニナデ、だとするとナデシコは身長こんなにない。そんなわけはない。ダイヤモンド張り、あ、カンニングおじさん。先進みしたからかもしれないな。こことここを止めて、うん、その後あいつを立てて、うん、その後この両サイドを止めて終わり。はいはいはい、それで終わり。ちなみにそのピロピロって出てる三角形の部分あるじゃないですか、はいはい、そう、それを内側に折り込むとかっこよくなるらしい。なるほどね。あれ、今なんか現代の機器、電子版を。違う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 、違いますよ。ライン確認してた。だったら、だったらそれ、だったらそれはそれで、撮影中にライン確認すな。あの、カンニングしました。一応カンニングのやつだと、ここにね、あれを立ててんすよ、うん、普通のノーマルポールだけど、こいつ入らないから、うん、手としては2個あって、紐かなんかで頑張ってつけるか、こいつをナイフで細くするか。え、そのまんま引っ掛けるっていう手はないの？え、これはどうやってこれとこれは連結するんですか？え、ここに乗っけちゃうもん。乗っけてるだけ。それ風吹いたらピョーンってなっちゃう。危なくないっすか？そしたら一緒に飲もう、みんなで。いや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 、危ねえだろ。ちょっと削ってみる。でもさ、そもそも逆にこんなんかさ、こういうでっかい枝系を使うときって、先をなんか杭みたいに削って地面にこうぶっ刺さなきゃいけないらしいですよ。うんうんうん、うん、なるほど。つまりこどっちかは必ずやる必要があると。じゃあ両方やろう。つまり赤青鉛筆。赤青鉛筆、そういうことです。懐かしい。じゃあ削ってこう。削ってこう。意外といけるよこれ。削る。このやっぱりモーラナイフさんの威力はすごいから、おらおらおら、これ頑張れば本当だ、全然いけそう感はあるけど。じゃあペンとモーラナイフね。じゃあ VS やろうぜ、うん、準備してください。レディーファイト。なんかずるくない？安全には十分に気をつけて VS を行います。そうですね。オッケーオッケー。あら、犬たぬき君はそもそも削り取ってしまおうという作戦、はい、そうですね。一方ペント選手は、なるほど、これはそぎ落とすタイプ。そぎ落とします私は。いやしかし結構厳しいなこれ。最初こっちも結構厳しい。なるほどね。どうなってんだこれ。ノコギリん？じゃない。きついかも。ノコギリじゃないときついかも。ノコギリもね、まあまあきつい。え、これ、僕が悪いんすかね。あ、ナデシコさん、行きますか。ここでペント選手リタイア。サレンダー。サレンダーを選択する。サレンダーを選択。ナイフじゃ勝てん。ダサいです。これでも斧だよね。斧が一番くっとり早いはある。まさか。なに、まあ、まさか。そいつはクワです。大丈夫それ。クワ。
お待て、あるぞ、いやいやあるぞ絶対これ本来の使い方じゃない。これね、これが一番かもしんない。ひとまずこれを全方向にちょっとずつダメージを食らって、ごめん、現状こんな感じっすね。ノコギリか、一旦これでやってみる。ちょっと一旦持ってみよう。まあいけます、ね、いけなくはないが、あれやる、これをさ木にさ縛って、こんな感じで縛って、うん、でこっちで止めて、うん、逆側ももう一個縛って止めてみたいな。それでいけるな。いける、同じように。僕の目の前にすごい悲しきやつがいて、あ、そいつね、さっき捕まえたら蚊じゃなかった。捕まえた捕獲済みだと。2つとも止めたので、これで持ち上げて45度でテイク止めかな。ほい、はい、あとは45度で一つずつ引っ張れば、うん、自動的に埋まると見た。なるほど。お、いいんじゃない。来た、来たんじゃないか。来た、おー、いいね。なるべく 広いスペースを確保するように引っ張って、やっぱこのいろんな穴があるところいいですね。確かに応用が効く。それが DD カップの強み。うん、いいんじゃない。おお、いい感じ、いい感じ。これはいい感じ。これいいよね。うん、これでひとまず、はい、自分たちの場所は確保できた。はい、はい、そしてなんだっけ、あれを作るんだよね。リフレクター。リフレクター、うん、焚き火をして外に熱が逃げないように、こっちになんか壁作るみたいなイメージですね。イメージとしては大きな枝を 1,2,3,4 って立てて、うん、でその隙間に縦にこう太い枝を積んでいくみたいなイメージですね、うん、はい、うん、やりますか、うん、とりあえずじゃあ探してこよう。まずはこれで揃えよう。この辺に置いて、はい、やばくないですかこれ。うわー、すげー、でっかっ。こっちだ。これノコギリで切ればもう足りるね。確かに、うん、どんどん量産、okay、量産していく。そしたらこの4つを、はい、埋めるよう、はい、でその隙間にこいつらどん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 置いていくみたいなイメージか、はいはいはい、埋めるためにこの4本の端っこを杭にしてもらう感じかな。やりすぎたか。あ、でも、あ、でもいけそう。いける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 。これをいい感じぶっ刺していただく感じですね。リフレクター貼って、うん、これ特攻に備えて、で、いや、リフレクターは物理防御か、光の壁が特攻。あ、そうですか。懐かしいポケモン豆知識。いきます。いけ、はい、入る入る。あ、いいよいいよ。お、いいよ、いいですね、鋭角。なんかそんなことやってたら結構来たか。いいじゃないですか。いや、やべえな。こいつに激突してくるイノシシとかいない限り倒れないんですよ。そうそう。ここは大丈夫だと。突進するイヌタヌキがいない限り。ああ、突進でもやばいねこれ。突進タヌキにはさすがに耐えきれない。ゴンブル、ゴンブル、ゴンブル、ゴンブル。虫除けだけやってあげるよ、こうやって。ありがとう。気になるわ。その手が。蚊に食われた。終わった。足が。オッケー。あれ、メガネさんじゃない。誰？私、ノーメガネさんです。メガネがないと。ノーメガネさん。メガネあるのが基準になってる。えらいでっかい木持ってきたね。うん、そいつどうすんの？こいつはスパンスパンって手刀で切って。言ったら主導できるよ。はい、はい、編集点。いけ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 。もうちょいこっち、もうちょいこっち、もうちょい。あ、そこらへん、そこらへん。せーの、はい。おすごいじゃん。ちょっと切れ味見してよ。ほら、すっごい綺麗に切れてる。これから困ったらね、ノーメガネさんに人をやってって言ってくれればね、木切ってもらえる。メガネつけてる状態だと使えない。で、使えない、そういうこと。どんな能力、どんな限定条件する。そしてイヌタヌキはそいつを待ってからだな。あ、これちょっとあれするか、内側に寄せるか。僕の主刀があまりにもすごすぎてすごすぎた、見づらくなっちゃった。はい、僕の主刀を気にしなくてよかったな。これはこの長さで。幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう。それだと全然入っていかないんで、2回しかやりきれない。ワンターン2回しかないから。
大丈夫大丈夫。行ってくれ。オッケー。ベントハンマー出せんだよな、あの頭文字ベントつくやつ。ベントの技シリーズ。ベントローラー、ベントスライサー、ベントハンマー、ベントカッター、ベントカッターって間違いなく滑った時にやるやつ。オーケー。そしたらこの隙間にどん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 枝を置いていくと。はいはいはい、はい、結構細さ限られます。ちょっと細めに設定した、なるべく隙間ができないように置いていくイメージですね、はいはい、こいつは長さが足りなかったので首です。ペントリストラ。いいね、いい感じいい感じ。あ、あ、あ、いいだ。ごめん、リトルつかさ。リトルつかさ。大丈夫か、大丈夫か、かわいそうに。つかさはいいけど、つかさはどうかな。選手交代するか。エディ、はい、今日はこちらに来ております。すみません。はい。今何されてるんですか。今ね、はい、リフレクターちゃんの準備してんだよ。リフレクター。はい。これ切っとかないとね。うんうん。あ、今切ってるんですね。そう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 。間引きってやつだねこれ。すごーい。でねこれをね、はい、こうやって入れてくんだけど、ちょっとどいて。これ危ないから。はいはいはい。ああ。おじさんそれ長いです。ちょっとでかいねこれ。おじさん。これでかいけど。おじさんそれ切ればいけます。半分にしたら足りないんじゃないのこれ。おじさん今ね困ってる。だいぶ慣れましたね。よし、うん、早い、慣れた、だいぶ慣れた。これで、あ、いいいい、腹のもう一本。いいぞいいぞ、めちゃくちゃいいっすね。きた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 、結構使うな、そう考えてこれ。確かに。いやでもこれはクラフトしてますね。クラフトしてる、いい感じ。さあラストスパート。よっしゃー。てて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 、虫に襲われた。虫に襲われた。これってさ、登っていけんのかな。確かにどこまでいける。何ですか。じゃあ死ぬぞ死ぬぞ。いや折れない、多分折れないこれ。いいなこれ。確か、これ楽しそう。ベントさんこれ楽しそうだな。マジ大怪我なきゃ気をつけよ。背負わせベント。曲がったな。犬犬犬犬犬犬狸。犬犬犬犬犬たぬき。落ちたら養分ですよ。落ちたら養分。犬たぬき、まさか奇跡の体勢。犬たぬき。あ、リカバリー。落ちたら、落ちたら大地の養分。むずい。やる、やりますか。リカバリー要因。記録達成じゃないか。これ記録達成してる。はい、深田くん、はい、折れないね、マジで。折れない、折れない。もうこれ以上いけません。これ以上は危険です。皆さん、受け止めてくださいね。来い。ちょっと。ああ太ももが。なんか2位がこれで。キャプテンファルコンのジャンプ A 前が今ここに入った今。まさか。ペットドロップキックやりたい。ペットドロップキック。ペットドロップキック。折れた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 。よし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 。やばい、中に入らないか。まずい。きつい。足でまといた。ここで消えリストラだ。ペントリストラ。ペントリストラ。いけー。いんだね。あ、あれ、あれ今。あー。フィン。ナルシコさん、ナルシコのやつそれ入れて完成か。入ってる。おお、バルガキだ。来た、うん、口で当たった。あ、ごめん。いいんじゃないか。良いね。いいんじゃん、いいじゃん、これで。これすごいよ、隙間、隙間ほとんどない。だってペンドさん、そっち側に行ってしゃがんでみてください。あ、ここ、うん、うん、あ、これかくれんぼできる。ペントどこ行くんだ。